落ちていたいた、はい、寺の住職から聞いた話近隣の村ですがその村には立派な空き家が一つあり改装の必要なく住めるくらい状態が良いものでした近頃は都会の人が田舎暮らしを希望するアイターンが流行りでその村も受け入れに力を入れてました当然その家も入居者が入るのですが3ヶ月と続かず出ていきます 理由を聞いても答える人はいません。とうとう借りてもつかない状態になり、土建屋の寮に貸し出すことになりました。ところが、入居した土方たちが出るというのです。それは、白髪混じりの70歳くらいの老婆で、ある人は、枕元に釜を持って立っているのを見たり、ある人は、白昼、車の荷台で正座しているのを見たり、最初はみんな、自分だけだと思って言いませんでしたがある晩、 4人でで寝ててていいいたた、とところ、鎌を持っっ襲いかかってきたというのです。全員が見たということで慌てて寮を飛び出したとか土建屋の社長村の担当者は地元の寺の住職に相談しました住職は記録を調べその家の最後の住人を突き止めました去年73歳のおばあさんです昭和初期に亡くなっているので知る人はいませんただ亡くなった時に 当園の人が遺灰を持ち去ったということは分かりました役場で調べましたがその当園の人がどこにいるかは分かりません土葬だから遺骨は無理だが遺灰がよそに行ったのに残ってるのは何か未練があるのだろう住職は社長担当者と共にその家へ向かいました家を一部屋ずつ調べ最後に一番奥まった部屋の押し入れに仏壇が収まっているのを見つけました ぎしー。その時、誰かが玄関に上がってきたような音がしたのです。振り向くな。住職は言いながら、仏壇を調べ始めます。ぎゅーしー、ぎゅーしー。やがて、足音は板の間を通り、部屋に近づいてきます。そして、背後の襖が閉まっていく音が聞こえました。すー。振り向くな、振り向くな。住職は、そう言って仏壇を調べます。 他の二人は目を閉じました。畳を踏み、足音が近づいてきます。ミシ、ミシ。すぐ、後ろまで足音が近づいたとき、仏壇の奥に何かが落ち込んでいるのを見つけました。住職が、なんとかそれを引っ張り出すと、それは遺廃でした。ふう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 、ふふふ足音が闇、背後から声を押し殺すような息遣いが漏れてきます。遺廃には、 男性の名前と、去年、生没年が刻まれていました。若いのに、日露戦争で死んだようだが、遺灰は寺で預かろう。そう住職が言うと、足音は、ゆっくりと部屋を出て行きました。住職は推測しました。どうやら、遺灰は、おばあさんの息子のものだったようです。おばあさんが亡くなったとき、自分の遺灰は親戚が持って行ってくれたのに。 息子の遺廃が何かの理由落ちてわからなかったのでしょうでもって行かれなかったそのことを不憫に思った婆さんが死後も息子の遺廃を守っていたのだろう住職は親戚が見つかるまで寺で遺廃を預かって供養することにしたそうです村でも遺廃の引き取り手が見つかるまで家は誰にも貸さないことにしたそうです